泥水ポンプを会場油田に運ぶんだ。おーはー、泥水ポンプ、泥水ポンプってなんだろうね。何か油田で使うものなのかしら。いずれにせよ会場油田に運ぶってことは SS8 ちゃんで向かった方が良さそうだよね。ってことで滑走路のある拠点に戻りましょう。せっかく新しいところ買ったのに戻ってきたの。え、なんか壊れた音しなかった？あれ、ブレーキ効かないんだけど、どうして？あ、やばい、このままだと海に落ちる。この車両はもう織田物だ。さっさと脱出するんだ。あ、行っちゃった。私の燃料を返して。お、わた、SS8 ちゃんにも多少の燃料は積んであると思うから、あれで引っ張り上げてみようね。メインエンジンイグニッション。燃料輸送車ちゃん、なんかガコガコ言ってますね。エンジンをかけようとしてるのね。でも WSKで操作してない時はエンジンもかからないことになってるんだけどな。もしかして運転席ごと壊れちゃった？そもそも何にぶつかってそんなに壊れたのかしら。着水して燃料輸送車と SS8 ちゃんをくっつけましょう。水が入ってきてるんだけど、これ大丈夫？このくらいなら大丈夫でしょ。くっつけるにはこれを使おう。これって給油ノズルじゃない？給油ノズルだよ。はい、ガッチャーン。どうかいてん。お、ちゃんと持ち上げられたようですね。いやいや、給油ノズルちゃん硬すぎだろ。ドフンドフン。わあ、なんかすごい雑だな。もう壊れてるんだし、雑に扱っても問題ないでしょ。どうだか。あら、やっぱり運転席も壊れてたわね。砂糖が落っこどしたから壊れたんじゃない？そうなんだ。あの車は適当にこの辺りに置いておいて、私たちはこのまま泥水ポンプを取りに行きましょう。泥水ポンプは石油精製所に置いてあるみたいだね。石油精製所？燃料とかはここで購入するみたいね。あ、待って、かっこいい。かっこいい。ほら、この感じ。薄暗い霧の中に浮かび上がる煙突とかモツモツした構造物、かっこいい。かっこよくない？よくわからないけど、絆星ちゃんが可愛いことはよくわかったよ。はぁ、みやちゃん先輩はどう思います？え、私なんか悪いこと言った？わかんない。わかんないか。わかんないよ。見えてきました。こちらがその泥水ポンプとやらですね。なんか車に乗っかってない？トレーラーかな。なんであんなものに乗っかってるんだろうね。トレーラーで海の近くまで運んで、そこからお船に積み込めるようになってるとか。すごいな。すごいの。そうや。はい、ガチャーン。今繋がったの？さあ、繋がったかどうかは引き上げてみればわかるよ。飛んだ。ちゃんと繋がってたわね。おい、なんかくっついてるぞ。これはトレーラー？トレーラーね。泥水ポンプってトレーラーと一体型になってるの？さすがに外せるでしょ。まあいいや、ちゃんとくっついてるみたいだから、このまま運んじゃおうね。次の目的地は会場油田ね。ここをウェイポイントに設定して、キーパッドに入力して、あー、ポチッとな。これってチルとしても大丈夫なのかな？なんかバランス崩しそう。あー、これめっちゃワンクール。なんか一応引っ張れてはいるみたいだけど、ものすごく頼りないよね。心臓に悪い。ストームですから。なんか天気も悪いし、真っ暗になっちゃって何も見えないから、一旦寝ましょうか。飛行中に睡眠をとる貴重の間。鏡間。うん、うん。はーい、皆さんおはようございます。はい、おはようございます。わあ、待って、なんかトレーラーなくなってない？あら、本当、どっかに落っことしてきちゃったのかしら。どっちみちいらなかったからちょうどよかったね。はよー、どう聞くよ。さて、会場油田が見えてきました。泥水ポンプ、今回はヘリコプターで持ってきちゃったけど、お船で来るとするならあのクレーンを使うのね。ああ、だからこんな運びづらそうな荷物だったんだね。ヘリコプターでやるミッションじゃなかったのかな。お船だと時間かかるからヘリの方がいいよ。そうなんだ。感謝感謝だぞ。拠点に戻ってきたので、この燃料輸送車ちゃんから燃料を抜き取りましょうか。同型の輸送車ちゃんね。はい、ガチャーン。とホースを繋いだら燃料を抜き取るよ。あ、こっちの車はバッテリーがないからポンプが動かせないみたい。こっちのポンプで抜き取れる？ダメですよね。起動していないポンプがあると液体は流れてくれないのね。今ちょっとだけ増えたのはホースの中に入ってた燃料なのかな。バッテリーがないと燃料が抜き取れないことが分かったので、今度はエレクトリックコネクターで連結してみましょう。はい、ガチャーン。え、あれ、なんで後ろに下がってるの？あー、それめっちゃわかんない。え、もしかして向こうのエンジンかかっちゃった？そして華麗に SS8 ちゃんの翼の下をくぐり抜けていく。早くコネクターを外さないと。ミイラ取りのミイラに不吉なこと言わないで。ごきげんよう。あー、これはまたドボンコースね。っていうかこれヤバくね。コース繋がったままだろ。おのののののの。あー、ポチッとな。はあ、なんとか止まったみたい。なんなのこいつ、近寄らんとこ。さて、前回転覆した水中翼船をちょっとだけ回収しました。いつ復元力足らんかった。前回の転覆の原因は復元力じゃなくて、クレーンが上下に動くときに別の部品にめり込んでたみたいだよ。ただの設計ミスかよ。それでクレーンが荒ぶってたんだね。タンカーとして設計されたポチャンだから荒ぶるのも仕方ないわね。忘れて。ミヤちゃん先輩かわいい。またはクレーンはなんちゃらトラックで伸ばせるようになってるよ。なんちゃらトラック？そう、なんちゃらトラック。この紐みたいなのは何なの？なんちゃらトラックには液体を通す機能がないから、このケーブルの中を燃料が通るようになってるよ。はい、ガチャーン。
事に燃料補給ができたので、このクレーンはしまいます。船体がクレーンの方に傾いてるってことはやっぱり復元力足りないじゃないか。船体をできるだけ軽くしようとしたから仕方ないね。言い訳かな。始動前チェックリスト。メインエンジンイグニッション確認くらいしようね。さて、それじゃあ燃料を購入するために石油精製所に向かいましょう。お金稼ぎです。お小遣い稼ぎだよ。この船にもウェイポイントに向かってくれるシステムは搭載してるから操縦は楽ちんだよ。ただヘリとか飛行機と違って陸地を避けなきゃいけないから、まっすぐは行けないのよね。航路を設定する楽しみが増えるってことだね。さて、この辺りでエンジンの回転数を上げておきましょう。どんだー、浮いたー。燃料が少ないから軽いのかな。すんなりと浮き上がっちゃったね。ちなみにこのお船はこの状態だと時速120キロくらい出せるよ。電車くらいの速さね。といったところで今回はここまでにしておこうかな。ごきげんよう。バイバイ。さよなら。